貝っていいですよね。僕の一番好きな貝はホタテです。マジであれは焼いても生でもうまいです。死ぬまでに食べてみたいですね。ということで今回はとある変わった生き物について紹介します。そもそも貝というのは体を覆う石灰質からなる外皮を持つ下等生物の小生のことで、マグリ、シジミなどの二枚貝とタニシ、サザエなどの被害を主とします。タニシなどは淡水なため用水路などで生息しており、ハマグリなどは海で生息しています。貝は基本食用で、特に海辺で生息している貝は基本食べれます。貝ってマジで美味しいですよね。皆さんの特におすすめの貝教えてほしいです。以上、貝の予備知識でした。そんな貝ですが、貝は先ほど言った通り石灰質の大きな外皮をまとった軟体動物のことです。なので貝の本体はうねうねしたナメクジみたいな気持ち悪い生物です。しかし最近大きな石灰質をまとった貝のような謎の生物が見つかりました。それがこちらです。確かに貝みたいですが、本体には触手のようなものが8本あり、タコのような特徴も兼ね備えてます。そんなこちらの奇妙な生物の名前は、アオイガイと言います。名前に貝がついているので、貝の仲間かと思いきや、これは実はタコの仲間です。別名、貝ダコと呼ばれています。意味わかんないですね。アオイガイは世界中の温帯や熱帯域の海に生息しており、稀に定着網などに紛れ込むことがあるそうです。メスは貝殻が最大で27センチにもなるんだそうです。でかすぎですね。ちなみにオスは体長 1.5 センチ前後です。アオイガイの由来は、貝殻を船に例えて貝殻のように合わせると葵の歯のように見えたことが由来だそうです。そんな葵貝ですが、めちゃくちゃ珍しいってわけでもなくて、基本的に沖合を漂いながら生活しているので、運が良ければ見ることができます。次に日本海で大発生することもしばしばあるそうです。しかしまだ生態は謎に包まれているそうで、非常に興味深い生き物です。ちなみにこのタコは食用には適さないので、見つけても食べないようにしましょう。食べることもできなくはないですが、あまり美味しくないそうです。ということで今回はアオイガイについて紹介しました。海に友達と遊びに行った時に何回か見た記憶があるのですが、皆さんはどうでしょうか？ぜひ教えてください。ということで僕は生物系の動画を上げている YouTuber なので、興味がある人はぜひ他の動画も見ていってください。あとネタ切れそうな感じもするのでリクエストくださると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。